ウルジン・ガルマエビチ・ガルマエフは、満州国軍の軍人。ブリアート人。ロシア内戦人は、反革命軍に属し、後満州へ移住して港湾北省警備軍司令官、第10軍管区司令官などを務めた。最終階級は、陸軍上昇。1918年、ウルジンは、アガ草原の指導者やつ。 ゴールソーインを代表して満州にいたグリゴリー・セミオーノフを訪れ関係を樹立した。その後、セミオーノフの軍士官学校を卒業し、トロイツ・コサフスクに配備されたクリミア師団でブリアート人部隊の将校となった。トロイツ・コサフスクが中国軍に占領され、クリミア師団が降伏した後、1921年革命を避けて家族や部下を連れて満州へ亡命した。 そしてハイラル郊外の死ね兵に今日構え、牧畜を行っていた。付近に住むブリアート族3000人を統括していたため、満州国は建国当初、ウルジンを公安北省警備軍司令官少将に任命した。1935年1月、満州国と外モンゴルの国境付近で、工事工病事件が発生すると、ウルジンは現場へ出動して、事件の処理に当たった。 その後、国境問題解決のための満州座と会議が開催されると、ウルジンも満州国代表団の辞席として参加した。1936年4月、公安北省庁の梁昇が通的行為の容疑で、日本の憲兵隊に逮捕、処刑された。辞席代表であった、ウルジンも権威者となり、満州国最高顧問、佐々木至一のもとへ呼び出されたが、 共産主義と戦い、満州へ亡命してきた経歴から疑いを否定、佐々木も納得し、尋問は5分で終了した。満州座会議の第2次会議以降は、ウルジンが主席代表となって交渉を行った。1939年に発生したノモンハン事件の際には、第10軍管区司令官ウルジン中将の公安、北警備軍も参戦した。 第二次のモンハン事件では、日本軍第23師団の左右翼に配置されて戦った。カラスシカ金部隊は、バルシャガル高地での奮戦により、感情と賞金1万円を授与された。1945年1月、ウルジンは上昇に昇進すると同時に、陸軍公安学校の校長に転任した。ソ連参戦時、満州国軍。 第二子の霊下で防衛戦に参加予定であった共同団が反乱を起こしたため、ウルジンは自動車で追いかけて説得に努めたが本意させることはできなかった。ソ連が満州国を占領すると、ウルジンは新境のソビエト占領軍司令部に自ら出頭し、拘束を受けた後にモスクワへ連行され、1947年3月13日単革命分子として、 銃殺された。しかし、ソビエト連邦の崩壊後の1992年2月23日に名誉回復された。第10軍管区司令官時代のウルジンとジョンジェルジャブ、参謀長。ウルジンは、身長2メートル、体重100キロに達するほどの巨漢であった。熱心な仏教信者であり、工事工病事件で、外謀軍が撤退した後、道場を訪れた。 ウルジンは破壊された内部の様子を見て、涙を流し、コミンテルンによる、仏教勢力一層の政策を嘆いた。また、対重軍管区司令官の時、ウルジンが、顧問のタコさと正し中佐に、どうして、仏様の上に、アマテラス大臣がいるのか、などと言って、抗論となったことを、その時通訳していたジョンジェルジャブが回想している。息子だしに今は、 満州国建国大学出身で、後、ウランバートル国立博物館に勤務した。ありがとうございます。